はい、いただきます。どうもこんにちは、ヌッキーと申します。こちらもバトル、バトルメモリーを噛みましたというところで、井の花大渓谷のガチエリアですね、やっていきたいと思っておりますと。でね、井の花大渓谷はね、やっぱリッターがいるかいないかで結構違ってくるんですけど、これね、味方にこれめちゃくちゃ有利なんですよ。有利なんだけど、地味に苦戦したんで、マップの確認大事だなって思った試合だったんであげました。はい、マップの確認がどれだけ大事かと。この色に結構好きだな、このオレンジと水色。これね、やっぱね、真ん中に突起物があるマップは結構いいっすね。壁越しに確認できるんだよね、敵の動向。多分ローラー以外の人って結構嫌いかもしれないね。真ん中に突起物あると邪魔くさいとか、ローラーにやられる。潜伏のきっかけを与えてくれる、そんなマップは大好きだなと。なんかこれリビングのテレビで見るときと、この、なんだっけな、この自分の部屋のちっちゃい安い1万ぐらいのテレビで見るとなんか色が違うな。ちょっと綺麗に見えるな、でも。ドン・キホーテでね、これ1万円ぐらい買ったんですよ、マジで。8000円だったかな、ニート時代に。で、やって、おっと危ない。退職してね、退職した後。これめっちゃうまいでしょ、これ。粘ったんですよ。粘ったけど、まあ、あえなくやられかけたんですけど、粘ると。最近ね、この土壇場の諦めの悪さみたいな、往生際の悪さみたいなのがね、光ってると思う、自分の中で。これはまあ見えてないんで、しっかりキルすると。やっぱね、イカニンつけてないんで、いかに意表をつくか、これね、多分ね、リスジャンしようとしてナイスをして死んだという感じですね。でね、これ結構圧勝に見えるんですけど、リッターがいて圧勝に見えるんですけど、ここからまさかのね、苦戦を強いられるんですよ。で、これね、自分の下の、下にあるビーコンだと思ったんですけど、まさか上にあってね、困惑しました。で、ワイプと。かなり苦しい。で、これね、ここ飛んだんですけど、これはね、悪くなかったんじゃないかなと思いつつも、でもリッターがこっちにいて、自陣側にこう敵が結構来てた時って、リッターを助けに行ってあげるべきなんじゃねえかなと思って、それ、ちょっと、なんて言うんだろう。それをね、ちょっと、皆さんお伺いしたいような感じの、動画だったんですよね。だから多分、リッターを助けに正面から行った方が、それとか帝王を吐いて行った方がいいのか、今みたいに裏からアグマ飛んで、なんやかんや前線を荒らした方がいいのかっていう、ところをちょっとね、意見聞きたくてこれちょっとアップしたんですよね。だから、そこら辺のもしコメントなんかいただけたら、今のでいいようなのか、やっぱリッターを助けに、帝王を使って、リッターとかその長射程系、割れるとか、プロ助けに行った方がいいのかなっていうのをちょっと聞きたかったんですよね。割とそのなんていうんですかね、最近は的を絞らせないというか、その縦横無尽に移動して相手を撹乱するような動きができてるんじゃないかなと。まあローラコラム寄りにつくんで、ここはねもう塗るしかねえなと。あと2カウントなんでね。取れるか取れるか、あれこれどうなったんだ、この後ちょっと覚えてねえな。え、取られたんだ。終わると思ったけど、あえなく撃沈みたいな。まあ、なかなかすごいっすよね。リッターいて、こっちにリッターがいて、あっちにその長射程いないのに、よくもまあここまでいい勝負な。なんか最初はまあ圧勝かなと思ったんですよね。これはもう味方のビーコン使いよって、今更ながらに多分使いなよっていうカモンですね、多分。今助けてくれたね、ナイスと。うん、やっぱね、この味方の気持ちを上げていくみたいな。なんであのローラーとかなるよか、まあ、なんかあのローラー守ってあげたいみたいな。
感じになった方が後々多分戦いがしやすくなるんで、相手うまかったですね。これしっかり見て、ウルトラショットで切れた瞬間を打ってきたと。でギリ勝ちと。なんで相手まあすごいなと思ったのと、まあ1点その質問したかったなと思って、これちょっとバトルメモリーを投稿しましたという感じですね。ぜひ意見をいただければなと思っております。まあ、あまりなんかその圧倒的な動画ではないんですけどね。ご視聴ありがとうございました。ごちそうさんです。